インで仕事してるよ、もうここで経理してここでパワポ作ってで、ね、もう子供ご飯食べさせながらやってるよ、全然いいじゃない、あるものでいいじゃない、これでもできるからできることからやろ、私が諦めたら諦めた私を発信してしまうので、うん、子育て中だから大変、介護中だから大変、いろいろあると思うんです、だから何を捨てるわけでもなくて、捨てなくてもできる範囲でやればいいんじゃないかな。大学出た後、学生になった後はもう世界トップランキングなんです、すごく幸福を感じてます女性が、日本人は。でも子供を産んだ途端に幸福度が最下位に下がってるんですね。やっぱり割とこう生活感を出して仕事をしてると言われることもあります。でもそこ変えていかないと3食作りながら仕事してるんですよ、台所から離れてる場合じゃないんですよ私今。ぜひ女性をキッチンに戻して子育てしながらそれを良しとする社会を作っていかないと、もう、女が仕事来るんなら生活感出すななんて言ってたら国が滅びるぞって私思っちゃうんですよ。お母さんのスマホになりたいっていう絵本があったんですけれども、お母さんがいつもスマホばっかり見てる、本当は自分を見てほしいの、だから僕はお母さんのスマホになりたい、赤ちゃん抱えて講座受けてもいいですかって言ってくださった方がいて、もうぜひぜひウェルカムですって言って、で赤ちゃんを膝に乗っけて講座を受けてくださったんです。そして、あごめんなさい、うんちしてからちょっと取り替えに行っていいですかって言ってうんちを取り替えに行って、私その時本当に嬉しかったんです。あーこうやって子育てしながらでも学べる時代が来たんだな、私のビジョンっていうんですかね、私もできたから大丈夫だよ、きっとあなたもできるよ、やってごらんっていうことを私は人生を通して言いたいな、だから私も頑張ったからあなたも頑張りなさいよっていうのが割と私嫌いで、頑張る教が嫌いなので、自分がまず楽しむ、本当に死ぬ時にあー日本の女に生まれてよかった、最高、楽しかった、楽しんだ、運命がレモンをくれたらそれでレモネードを作る努力をしよう、ディール・カーネギーの言葉です。これは例えばコロナ来ました、はいコロナが来たから大変じゃなくて、これチャンスって私は思うんです、なんかチャンスのはず、レモン酸っぱいけれどもこの酸っぱいレモンをレモネードに変えたら美味しく飲めるようになる、じゃあコロナ来た、はいチャンス、どう変えるっていう風に人生を変えていくと、ではありがたいことだったんだなっていうふうに思えるんじゃないかなと思っています。コロナもチャンスだし、もう怪我しても転んでもように石拾って歩けばいいんだと思う。生まれてきただけでチャンスだと思ってます。日本に生まれただけで世界の上位 2% に入ってるんです。もうチャンスだらけですよね。いろんなこと掴んで幸せになるために生まれてきたんだから、いっぱい幸せ味わって生きていけると思います。今日は長い時間ありがとうございました。